高山かです。トコヤもこの映画100本の句。本日の映画はこちら。サバハということで、この作品を紹介していきます。えー、この作品はネットフリックスオリジナルの韓国のカルト映画なんですけど、えー、私が先日ね、ミッドサマーを見て、カルト映画に興味を持ってしまったということで、見たんですが、 前回もお話しした通りホラー映画は苦手なので、まあ、ホラーが苦手な方でも見れるかどうかというところを含めてお話ししていきます、えー、まずあらすじとしては新興宗教の取材を成りわとする牧師さんが新たに目をつけた宗教団体というのがあってでそこを調べていくととある事件につながっていくそんなお話ですで感想としては伏線回収が見事な分厚いミステリーでしたただしただしです 前半から中盤にかけて非常に怖いシーンがあってもうそこは心が折れそうでですねもうあの明るい部屋で見てなかったら絶対耐えられなかったなというふうに思いましたあのよっぽど見るのやめようかなとも思ったんですけどあの終盤にかけてね伏線回収が素晴らしくていつの間にか最後まで見てしまっていました。 ちりずりだった情報というのが一気につながっていく展開というのが非常に良かったなと思いましたホラーっぽい表現はあるんですけど後半にかけて、まあ、ミステリーになっていくのでつまりこうだんだんこうリアルな、えー、話になっていくちゃんと事件になっていくというところがあって、まあ、そこは納得できたというかこう未知のものに対する怖さみたいなのはだんだんなくなっていくのかなという感じもしました、えー、そしてね登場人物の設定がすごくいいですねあの 主人公自身も、まあ、牧師さんということでああの出てくる新興宗教だったり仏教だったりその牧師さんキ,あのキリスト教だったりっていうその宗教や立場によって見え方が違うこと同じモチーフに対しても解釈が違うことみたいなのを非常にうまく活用された脚本でとても面白かったです。 ということで今回の映画は星3.9分厚いミステリーが好きな方考察が好きな方にはおすすめですがホラーがマジで無理な方は注意してみてくださいはい、ということでここから YouTube パートですえっとですね、この動画を今、えー、撮る直前までこの映画見てたんですよで、見た直後に動画を撮ってるんですけど未だに若干怖いので本当に 本当に本当にホラーが苦手っていう方はあのー、やめておいた方がいいかもしれないです <laughs> 私も本当にホラーが苦手なんですよなので結構、まあ、若干うんまあ30%ぐらいは見たことを後悔してますうーんちょっと眠れなくなっちゃったかもしれない困ったいや結構後ろを振り返るのが怖いですもう今 あー無理やりテンション上げて喋ってますなんですけどね怖かったんですけど、まあ、さっきも言った通り、そり怖かったシーンについても、まあ、それぞれ説明がね結構ちゃんとついていくので、まあ、そこはありがたかったかなというふうに思ってたりもしてでさらにですね実はこの映画、まあ、宗教的な表現とかが結構難しかったんですねで私もそんなに宗教的な知識があるわけでもなかったので、あのー、分からないかったところ 拾いきれなかっったたところあったんですが実はね解説を非常に詳しく書いてる方のレビューを見つけてですねあのその方のおかげでかなり理解できたというかえー、こここういう意味だったんだみたいなのが分かってすごく面白かったのでもしね興味がある方はねその方のレビューを読んでほしいなと思うのでどこかでまた紹介したいなと思います。 ねえなんか日本でいうとやっぱりその宗教的なものってあの見たことあったかなとかその日本の映画で映画とかアニメとかいろいろ振り返ってたんですけどなんか仏教とキリスト教が一気に出てくるとかあるかなって考えた時にあセイントお兄さんだなと思いましたね <laughs> マジ全然空気感違うけどセイントお兄さんも完全に仏教とキリスト教と同時に出てきて。 なんか一緒に生活していく中で解釈違いを起こすみたいなの面白になっててそこはなんか <laughs> 全然違うけど面白いななんて改めて思ったりしましたはいいやーでもなんかカルト映画って全然見たことなかったんですけどあのミッドサマーを見てねえすごいとかって思って軽々しく見てしまったら結構怖かったので多分怖いんでしょうねカルト映画は。<laughs> 勉強になりました。 とということで、まあ、ちょっとね、次見る映画は楽しい映画がいいな。このままだと眠れないはい、といとうことで、ますあは、のー、YouTube を見てくださっている方、本当にありがとうございます。いつもね、コメントも結構見てるんですけど、めちゃめちゃ嬉しいです。 あの、ありがたいなと思うので、またこの映画をね、見たよって方とか、気になったよって方とか、ぜひコメントしてくれたら嬉しいです。えー、ちょっとでも参考になったよっていう方は、高評価のボタンだったり、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。あー、マジで怖かった。